ディズニーパーク、東京ディズニーリゾート、ディズニーホテル、ディズニーアンバサダーホテルディズニーアンバサダーホテルとは、東京ディズニーリゾートにある、日本初のディズニーホテルである。内装および外装は、ともにアールデコ様式で統一されている。中には、クロックタワープラザを挟んで、イクスピアリに、東側は、連絡通路にて、マイハマンフィシアターにそれぞれ接続している。通称、 アンバサダーもしくはアンバサダーホテル。ここでは結婚式も挙げることが可能であり、ディズニーフェアリーテールウェディングとも呼ばれている。モノレール、ディズニーリゾートラインの駅に連絡していないため、東京ディズニーランド及び東京ディズニーシートの間にシャトルバス、ディズニーリゾートクルーザーが運行されている。ホテル内のエレベーターでは、ミッキーマウスの声で3階だよ、などと案内する。これは、 東京ディズニーシーホテルミラコスタや東京ディズニーランドホテルでも同様である。また、ブッフェ形式のキャラクターダイニングレストラン、シェフミッキーでは、ミッキーマウスやミニーマウスなどのディズニーの仲間たちが、レストラン内の各テーブルを回ってくるサービスがある。これらは、ディズニーブランドを利用したサービスの例である。2010年には、ドナルドのコスチュームである。 セーラー服の色を基調にしたドナルドダックルームが、2013年には、ミッキーマウス及びミニーマウスの初期コスチュームを基調に、したミッキーマウスルーム、ミニーマウスルームがそれぞれ誕生した。2013年1月23日から同年2月5日まで、全館改装のため宿泊、レストランを含め休業を行った。2017年2月6日より、スティッチルーム、チップとデールルームが登場。 それに伴い、2017年5月28日をもってデラックスルームの提供を終了した。新型コロナウイルス感染症の影響による東京ディズニーランド及び東京ディズニーシー9園に伴い、2020年2月29日より営業内容を変更、同年4月1日より休業、同年6月30日15時より運営再開。 2021年6月8日から6月22日、ドナルド・ダックの誕生日を祝いロビーにフラワーアレンジメントを設置。また、同年6月8日から9日に、ドナルド・ダックリウム宿泊した人には、フラワーアレンジメントがプレゼントされた。フェスティバルディズニー・ディズニーグッズショップ。TDL や TDS の代表的なグッズを取り扱う。ディズニーアンバサダーホテル限定のグッズも販売している。 サンセットサンドリーに用雑貨をはじめ、弁当や惣菜、種類を取り扱う。医薬品の取り扱いは終了した。パームガーデンプール屋外プール。夏期間のみ営業。宿泊客のみが利用できる。料金は無料。ロッカーおよびタオルの利用も無料だが、水着のレンタルや販売は行っていない。パームガーデンバーパームガーデンプール付属のバー。営業時間。 営業時間はパームガーデンプールの営業時間に準じる。ゲームワアーケードゲームセンターシェフミッキービュッフェ形式。当初は時間制限はなかったが、2012年1月7日からは時間制限が導入されている。また、全席禁煙である。以前はアルコール類の提供は行っていなかったが、2006年11月よりランチタイムとディナータイムにワインとビールの提供を開始した。 朝食の時間帯はアンバサダーホテル宿泊者しか利用できない。シェフ、ベーター、ウェイトレスの衣装を着たミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルド・ダック、デイジー・ダックによるキャラクターグリーティングが行われている。過去にはプルート、チップ・デールも出演していたが、2015年4月より上記4人で固定となっている。来店記念のスーベニアカップは、 レストランで食事をしなくても購入が可能である。以前はデニッシュやグレッツェルなどのベーカリーの販売も行っていたが、現在はチックタックダイナーでの販売に移行した。2013年2月6日より登場するキャラクター及びキャラクターの衣装が変更された。2018年11月1日より営業時間が変更となった。ランチとディナーの区別がなくなり、全時間帯で 利用時間が90分制となる。また、キャラクターとのグリーティングは各キャラクター1回と明示された。2020年3月1日より営業休止。2020年7月1日よりブレックファストの営業再開。同年8月1日よりディナーの営業再開。いずれもキャラクターの出演はなし。2021年4月1日よりキャラクターとのグリーティングを再開。 ミッキーマウスのみでフォトロケーション形式となる。利用時間制限はランチ80分、ディナー90分となる。シェフドナルド2011年に開業10周年の記念イベントとしてドナルドダックがシェフになるシェフドナルドが期間限定で導入された。2012年も同様に期間限定で実施されたが時間制限が導入された。エンパイアグリルカリフォルニアグリル料理。 チックタックダイナー1950年代アメリカのダイナーをイメージした店内でサンドウィッチやコーヒーを提供する。2019年1月7日より朝食メニューの提供を開始予定。花花和食。店内は鉄板焼きカウンターとテーブル席に分かれ個室もある。子供を連れた家族向けのスペースを新設するため2019年1月6日をもって営業終了。 ハイピリオンラウンジロビーラウンジ。2017年4月1日より、朝食時間帯を除きアラカルトなどの食事のメニューが廃止され、ケーキセット、ドリンクのみの提供となる。宿泊者はフロントにて外国通貨の両替のサービスを受けられる。ゲストサービスカウンターにて写真の現像を受け付けている。フィルムが対象であり、デジタルカメラからのプリントは受け付けていない。 TDR 内で撮影した写真であれば、ディズニーアンバサダーホテルオリジナルのフォトフレーム付きでのプリントもできる。ディズニーアンバサダーホテルでは、結婚式を開催するプランがいくつか設定されている。ディズニーフェアリーテールウェディングとして、ディズニーのプリンセス、プリンスをモチーフにした、ウェディングドレス、衣装も用意されている。また、挙式特典として、以下のような他のホテル。 挙式場では見られないサービスがある。ありがとうございます。